アンドレベルソールアンドレベルソールは、フランスの作家、翻訳家、旅行家。フランス西部、ラバルの学校教師の家に生まれ、アンリ四世校で学び、1885年から、市販学校試験を受け1889年に、登録される。1896年までに、ニース、ボルドー、ポワティエ、ルマン、リオンなどの理性で教師として務め、 リオンのリセティュパルクでエドアール・エリオと知り合う。1906年にエミール・マールが担当していたリセル・イコール・ル・イコール・グランにおける文学準備クラスを引き継ぎ、1926年まで務めた。ベルソールは同時に作家としてのキャリアも積み、古典的な形式の詩を書き、両大戦艦期には文芸評論家として重きをなした。ルタンの特としてチリ、 ボリビアに赴き、両世界評論ラレビューでドゥーマンド氏にも記事を寄せた。1895年には日本に派遣され、ついでスウェーデンへ行きセルマラーゲルレーフを翻訳することを決定している。1935年にはフランスアカデミー会員に選ばれた。ベルソールは1897年から翌年にかけても日本に滞在しており、 京都や奈良の寺院だけではなく大阪の精神病院や九州のハンセン死病患者の収容所、監獄などを視察している。ベルソールの日本への視線は、教師が生徒に向けるのと同じで、白人優位の立場を免れないが、日本人がもともと持っている勇気、清潔さ、向上心などの資質も指摘している。彼は政治的には熱烈な応答派であり、シャルル・モーラスの崇拝者だった。 失われつつある、過去の栄光、価値を相席する、ベルソールは、古い日本の姿を多く残す薩摩の人々に、最も共感を覚え、西南戦争については、日本の番での反乱と呼んでいる。西郷隆盛の周囲に集まっていた反乱者は、まさしく死者であり、滅びなければならない人々であったと考えながらも、その英雄的精神を褒めたたえた。彼の日本旅行記は、 長い花風も読み、団長邸、日常の昭和11年3月10日の頃に、日本日夜の記として触れられ、現在は明治滞在日記として翻訳がある。ありがとうございます。